カカオサモチャンネル、ソンツンです。今日なんですが、ちょっと気になっている麺をね、これから食べに行こうと思いまして、マカオ半島のね、ローカルなエリアに来たんですけれども、これから早速移動していきたいと思います。では現在の場所にあるんですが、この建物が消防博物館と言います。もうこの時間はね、クローズしてます。今夕方の6時ちょい過ぎなんですけれども、ここからですね、少し移動していきます。今このね、道路が神風マールと言います。神風という、まあ、総合病院があるんですけれども、この総合病院の前の道ということで神風マールと呼ばれております。このね、古い建物があるんですけどね、これ昔の建物を利用したね、なんか地元のコンビニみたいなのがね、ここにあるんですが、さらにここから移動していきます。多分消防博物館から歩いて1分とか2分ぐらいの距離だと思うんですけれどね、私も初めて行くところなんですよ。この道になると思うんですが、こっちかな。地図で見てる限りではね、この方向になっているはずなんですけれども、あ、これか。あ、見えた見えた、この黄色い看板の店ですね、はい、ちょっと向こう側に渡って正面から撮影します。澳门美味好面食、多分関東語でムイムイホウというのかな。今日はこちらで食事をしていきたいと思います。店内というのはね、こんな感じになっております。今日選んだのはまずこのスープの麺なんですけれども、シエンバイイエミエンと言います。どんな麺なのかまた後でね、皆様にお伝えするということにしまして、まあ、あとおかゆがあったり、ね、シャオシーレイというのがあるんですが、一つこちらのね、じゃあユンポン揚げワンタンを一つ注文しました。飲み物はね、こういう風にありますが、ビールはガーシーピーチューとか言ってますけど、多分チンタオぐらいでしょうね。今日はね、ビールは飲まないんですけれども、まあ、こういった飲み物もございます。先ほどの消防博物館から歩いて 1,2 分の距離になっております。インスタで紹介されてるのを見てね、気になってね、今回ねやってきたんですけれど、非常に楽しみであります。注文したものがね今来ましたので、これから皆様にお見せしたいと思います。一番食べたかったなと思ったこの麺なんですけれども、シエンバイイエミエンと言います。バイイエなんですけれども、日本語で言うとね、千枚ですね、牛のね第三の胃袋って言われてるやつですね。こちらが千枚になります。でもう一個ね、揚げワンタン注文したんですけれど、すんげー量なんでね、多分これ僕一人でも食べきれないから、半分ぐらいはね持ち帰りになってしまうと思うんですけれども、これがね結構人気があるということでね、一つ注文しました。では麺からねいただいていきたいと思います。いただきます。まずスープ、なんか心なしか日本のラーメンでもあるようなスープの感じではあるんですけれどね、日本の醤油ラーメンっぽい感じはするんですけれども、この千枚ね非常にコリコリしててすごい食感がいいですわ。麺はこんな感じのね、細麺タイプ、千枚もたっぷり入れてくれててね、特にね、この内臓系ではありますけれども癖があるわけじゃないんでね、内臓系苦手な人でも全然食べやすいと思います。いや、むしろこれ食感楽しめますね。
注文した時にスープを辛くするかどうか聞かれたんですけれども、皆様ご存知のように私辛いの苦手なんでね、辛いスパイスは入れないようにっていう風に言いましたけれどね、多分胡椒を振ってるとは思うんですよこのスープにね、いや本当に日本のラーメン屋にもあるようなスープですわ。量はねそんなに多くないんでね、早い人だったら1分2分で全部食べ終わっちゃいそうなんですけれどね、まあ、この細麺とで具材はねこの千枚と薬味の練りっていうシンプルな麺です。じゃあ麺食べ終わったからね、次はワンタンに行こう。でワンタンなんですけれどもですね、これをねここの醤油かソースかちょっとトントンとね垂らして食べていただきます。めちゃめちゃサクサクっとしてますね。すごい甘酸っぱいソースでね、黒酢かなんか入ってんのかな、なんかようわかんないんですけれど、なんかすごいさっぱりする味わいです。でワンタンはね、エビとか豚肉とか多分他に具材が入ってると思うんですけれども、まあ、メインはエビと豚肉ですね。さっきの千枚の食感も良かったし、このワンタンもサクサクしててうまい。ビール飲もうかな、迷うな、これ全部食べきれんからな、ビールはちょっと我慢しとくか。ちょっと揚げワンタンをスープに垂らしてみようかな、どんな感じになるんやろ。やっぱり甘酸っぱいねソースの方がいいですね。めっちゃね美味しいんですけれど、もう腹いっぱいになってきた。まあ、これでもね半分は食べたんですけれども、残りはね夜食として持って帰って家で食べたいなと思います。それでは食べ終わって再び消防博物館まで戻ってきました。ワンタンめちゃくちゃ量があったんでね、まあ、半分はね持ち帰りということになってしまいましたけれども、この消防博物館のもう非常に近いところに先ほどのお店があるということなんですが、もう少しね詳しく位置情報を説明しておきたいなと思います。でこのクリームルの建物の消防博物館、先ほどのお店とは反対の方向へ歩くと、この道をまっすぐ突き当たりまで行きますと世界遺産のアントニオ教会だとかカモンエス広場っていうのがねあるところに出るんですが、一回じゃあここからね食後の散歩ということでセントポール教会跡まで一回移動しましょうか。ここからであれば歩いて5分あればね到着できると思うんですけれども、まあ一回ねここから歩いてセントポール教会へ向かっていきたいと思います。では消防博物館のところをこの坂道をねまっすぐまずは上がっていきます。今映している建物が京子病院という、まあ、マカオのね私立総合病院になるんですけれども、病院のそばを、通り過ぎていきます。でずっと坂道を上がってきましたらマクドナルドの看板が見えてるんですね。このマクドナルドのところから横断歩道には渡ってで、ここから見たら右側の方へと移動していきます。
ですので消防博物館のところから、坂道を上がって、でマクドナルドの看板が見えましたら横断歩道を渡って、右側の方へと、ね、移動していきます。でこちらでね、右側の方へと移動していくと、もう間もなくしてセントポール教会に到着になります。まあ、少しまっすぐ歩けば左に曲がっていただいて、今だいたいセントポール教会の後方ぐらいまで出てきたんですよ。そうですね、消防博物館からセントポール教会まで、やっぱり歩いて、かかって5分ですね。今僕パーッと歩いてきてね、撮影しながらでやったんですけれども、5分もかからなかったとは思うんですかね、だいたい5分ぐらいで歩けるというふうに思ってください。すげえな、コウモリが飛んでたな。このカメラではね、映しきれないと思うんですけれどね、何かが飛んでるなと思ったらコウモリが飛んでたな。ではこちらね、セントポール天使堂のファサードのところになりますので、正面側の方へと移動していきます。夜の時間帯に来るの久しぶりだけど、ではこちらセントポール天使堂と到着になります。それでは今日はですね、メイウェイハオミエンシというお店で、シェンバイイエンミエン、ジャーユントゥン、日本語に訳すと千枚の入った麺と、揚げワンタンを、食べてきましたけれども、わー美味しかったですね。でお店なんですけれども、会計済ませてから兄ちゃんと喋ってたら、営業時間がね、なんかちょっと変わってるみたいで、夕方の6時から深夜といいますか早朝の5時までなっているそうです。さっきね、全然客ね、ちょこちょこっとしかいなかったんですけれども、一番忙しいのは聞いた話によりますと、夜の12時あたりから午前3時ぐらいまでの間ですね、夜食を食べに来る人がね、非常に多いらしいんですよね。いや、実はね、マカオの人ってね、夜食食べる習慣がね、ある人が多いんですよ。みんながみんなじゃないと思うんですけれども、夜食食べるっていうのもね、ありますし、それからマカオの人ってシフト制で働く人が多いじゃないですか。ディーラーさん、カジノのディーラーさんとかでも、そうですしね、今サービス業っていうのが多いですから、深夜の時間でもね、食べに来るっていう人がね、結構多いようです。マカオの夜食のお店ってね、どんなものなのかっていうのをね、そうですね、どっちかというとね、ローカルなエリアに多いので、なかなかね、観光客の方で深夜の時間帯にね、そのドローカルなエリアまで行くとってね、そこまで多くはないのかも、知れませんけれども、マカオの夜食っていうのも、紹介していきたいなと思います。ということで、今日はここまでということにしておきましょう。マカオ散歩チャンネルのソンツンでした。ご視聴どうもありがとうございます。チャンネル登録をして一緒にマカオの散歩へ出かけましょう。